はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4第2章アリーナの一人旅ですね、続きをやっていきたいと思います。でちょっとレベル上げをしてアリーナ現在レベル11ですね。でお金の方も、割と貯まって、まあ、3978円というところになってますので、イベントの方ですね進めていきたいと思います。黄金の腕輪を取りに行くために南に洞窟がありますので、まあ、そこを制圧しましょう。やっぱね一人旅の制圧の原則としてやっぱり敵はね一発で倒せるようにならないと結構きついかな。そこに出てくる敵は全員一撃で倒せることが条件と。宝箱、あ、キメラと翼か。これ何個か買ったんだよな、金が余ってるから。で薬草とね毒消し草をちょっとね袋に詰め込んできました。結構ね毒にしてくるやつがいるんで、お化けキノコとか、そうすると厄介だからね。よし、吸血コウモリも一撃だな。ここら辺はねちょっとレベル上げの時に来て、まあレベル11になって割と一撃で倒せるようになったんでやっていこうかなという感じですね。360円、こいつはもう一撃で倒せるはず。あ、火の玉、まあ、メラゴーストもそうだけどやっぱ魔法系とかね食らうときついよね。普通の攻撃はもう大体ダメージ食らわないんですけど、さてどっちだ。こっちからもう行きたい。ラリホビートとかやべえな、眠らされたらフルボッコだからな。けラリホマ寝たー。より深く眠ったとか、そんなんあんの。寝ててダメージを受けないってすげえな。効かんって。よしよしよし、攻撃力は弱いかな。その分マジックパワーが足りない。 OK、 お宝箱、 OKOKOK。 素早さの種クリフトの棺桶に入れた。あ、行き止まりだった。あ、テベロを先に倒した方がいいかな。いや、めんどくせえし。ゲッ、かわされた。いや、火の玉、やっぱりテベロ先に倒そう。ダメージがきつい。ガチで一人だからな。一章のライアンは一人とはいえ途中からホイミンが仲間になったからかなり楽だったけど、アリーナの場合はもうガチ一人旅だからね。で4章に行くとマーニャとミネア女性2人なんで、多分4章どうだろうな、火力的な問題があるからな。オーリンはねもちろん手を借りないんで。おお寝てる、起きろ。起きた。これまたさ、ここクリアして先進んでレベル上げってことになりそうだな。1レベル上がってほしいな、ここでせめて。結構ねレベル1上げんのにね時間かかるんですよ。トサカヘビとかどうだ、初だな。けルカナン、やばい、2発かかるか、マジか。下降りよう、多分ちょっと敵が強くなるな下降りると。こういうとこなんかあんのかな泥にまみれた骨。ゲッ、やべえ、鬼小僧とか6体。あ、一撃で倒せるは倒せるけど3、3、4、4食らうのはでかいな。でかいなっていうか、ゲッ、マヌサとかさ使われたら超危険なんだけど。もう1体倒せる。あれ、マヌサってもともとマジックパワーが足りない、アホだな。よし、一発で倒せる。このままゴリ押そう。やっぱりね一人旅はゴリ押し、ゴリ寄せる力が必要。経験値100超えてんな、かなりうめえな。薬草もねめちゃくちゃ買い込んできたんで。え、一旦どっちだこれ。宝箱、え、もう手に入れた、早っ。もうちょっとここのダンジョン探索しよう。棺桶にばっかり入れてんな。
ラリフォービートルはやった厄介でもベビーマジシャンもなヒャド使ってくるからね。あぶね、魔法が天敵だ。いけ、一発で倒せない。ただヒャドは一発分しかない。ライアンはね、覇者の剣という強力な武器をね手に入れることができたから、まあいつも脳筋野郎だから火力は出るんだよね。素早さ遅いけど、まあもう二度と使うことはないけど、残念ながら三章のトルネコとかめんどくさいんだよな。だから三章のトルネコもサクサクサクっと終わらせます。の弾6、経験値がそれなりに高くなってるね。魔法の性質いらねえ。マジックパワーとか回復しないからな、魔法使うやついないから。トサカヘビってなんか毒にしてくるっけ。やばい、こいつらルカランがマジでやばい。キャドは一回唱えてしまえばあとは無力化できるから、やっぱりトサカヘビから先に倒そう。2か94、あでも4食らう、ルカラン食らってるからか。約束使おう。うわーダブルルカラン危ない。トサカヘビ倒ゲーマジかよ。倒す、いやこれゴリ押せる。あそっか、一発で倒せねえんだ。ルカナン早く効果切れないかな。薬草が2つしかない。よし、守備力戻った。もう1レベル上げればだいぶ楽だったな。いやただもう1レベル上げる時間がもったいない。少し薬草を道具袋から出しましょう。え？ちょっと待って。道具一覧、薬草を渡すアリーナ。薬草を渡すアリーナ。よし、OK。で、こっちはじゃあ何にもない。あ、ダンジョン自体は全然短いね。トサカヘビ。いや、絶対2ターンかかるわ、こいつ。いやー、あるかな、2回。うわ、きつい。16とかやべえな。これ薬草1回分にもならないんじゃないか。42、薬草と大して変わんねえんだけど。あっ、キキベラの翼使っちゃった、間違えた。いや死んだ、死んだけどデスルーラで帰る。いやルカナン天敵だな、マジ天敵だ。これここいけんじゃねえか、命の木の実。さてあれって夜になったら来いみたいなこと言ってたっけ。金が2600円。いやだいぶ無駄したな、だいぶ無駄したけど、まあしょうがねえか。ちょっとじゃあ夜にしましょう。さてじゃあ町に入りましょう。で墓場はこっちの方だってね。あ、いる、待機してる。これさ、この後ろからさ襲えばいいじゃん。こいつなんか言ってる？変わんねえ。この棺桶がちゃんと並びよく、どうやら約束のものを持ってきたらしいな。早くこっちへよこしな。まあ普通に渡しましょう。確かに受け取ったぜ。じゃあ姫を返してやる。あばよ。ローブのやつ何者だ？後ろのやつは完全にそそのかされてる手下でね。助けてくれてありがとう。ああもうお姫様なんてゴリゴリ。ごめんね、私本当はお姫様じゃないの。私の名前はメイ、ただの旅芸人。お姫様のふりをしたらみんなよくしてくれるからつい調子に乗っちゃった。役立たずどもが来た。棺桶と一緒だな。この盗賊の鍵をあげる。あ、やった。じゃあね、本物の姫様、さよなら。名乗ってないのによく分かったな。
こうして偽物の姫メイたちは町から姿を消した。そして夜が明けた。これまた蘇ってんじゃねえかこいつら。まあ、すぐね死ぬから全く問題ないんだけど、敵が強くなればなるほど蘇ってる。おはようございますお姫様。いや偽の姫を助けたそうですね。町中その話で持ちきりですよ。お前ら棺桶で寝てた方が幸せだぞ。もう一回死の苦しみを味わうことになるんだからな。鎖鎌装備できるけど全然上がんねえな。2しか上がらない。じゃあいいや、いらない。次の場所へ行きましょう。その間にどうせブライト、クリフトなんてすぐ死ぬでしょ。敵が多ければ多いほど始末するのに単数かかるから、どうしようかな。ちょっと一旦は防御しよう。で攻撃全然当たんないからどうせ。よし9、よしプライ死んだ。 OK、 じゃあ先にクリフト死んでもらおう。クリフト9、よし死んだ。 OK、 楽楽、簡単なもんだ。ゲーかわされた。こいつらはね確実に当たれば一撃で仕留めるんで。2章はやっぱり結構モンスターの数も多いんだよね。そういうのも調整されてんのかな。出てくるとき7、8体で出てくるからきついんだよ、アリーナ1人だと。これでねブーメラン的な武器があれば一応強ければ2、3ターンで倒せるんだけど、7体出てきたら確実に7ターンはかかるからね。砂漠のバザー入りましょう。縦札を読んだ。砂漠のバザー開催中。よし武器、どれ装備できるもんない、ないのか。ってことは鎖鎌が最強なのか。プラに550円金あるからいいや、鎖鎌買おう。整理して装備してプラス2ですね。ちょっと上画面に攻撃力は出ちゃってるんですけど、で防具、防具は何も装備できねえんか。アリーナもうこれで最強か、今あるものでは。マジか、あとレベル上げるしかない。この砂漠でバザーを開くのは久しぶりです。いろいろ買いすぎて重いのなんのって。いや金はあるけど買うもんねえんだけど。珍しい壺、馬の糞、これ売り物だよね。いかがって言ってんだからさ、これ全部売り物でしょ。それをこいつはパクってんのか。あ、姫様探しましたぞ。すぐお城に戻ってください。王様が大変なのです。ここからずっと東にエンドールへの祠がある。外国の美味しい料理、種使っちゃおっか。あんたらもエンドールに行ったなら武術大会を見てみるがいいでしょう。エンドールでは武術大会をやっている。これは変わんねや。道具屋、マジか。薬草ちょっともう9個買っとこう。キメラの翼で帰ろう。なんかここら辺アイテム凝ってねえかな。凝ってなさそうだな。なお、ヒヒーン。こういうところって高いんだよね。6円高えな。どうやら眠っているようだ。じゃあしょうがない、キメラの翼で、まあ、正直帰んなくてもいいんだけど、まあ、せっかくだからイベントを見ましょう。サントハイム、でお城に戻って、いやいやよくぞ戻られました。王は何か言いたそうにこっちを見ている。何としたことじゃお声が出なくなるとは。このこと城の他の者には知られぬようにしたが、このままでは。そうじゃそうじゃ、裏庭の部屋に住むゴンジーナは何かわかるかもしれない。この国は王様で持っている。おお、マジか。
優秀な王様なんだな。ゴンジーに会いに行きましょう。なぜか盗賊の鍵で引きこもってるかんな。なんと王様のお声が出なくなったのでございますか。おお、もうこの国もおしまいじゃ。そんなに？いや、取り乱してご無礼つかまつりました。そういえば詩人のマローにも昔喉を痛めた。しかし今はこの国一番の美しい声、何か知ってるかもしれませんぞ。結局このゴンジー何にも知んないってことじゃん。キメラの翼、また棺桶に入れたよ。不思議な木の実、まあ、不思議な木の実はね、アリヒナ使う意味がないから。じゃあ、あのマカロニちゃんに会いに行きますか。歌ってた、上にいたよね。あれ、どっちから行くんだっけ。真ん中から行けたっけ。そうです、マローニは私です。は、なぜこのように美しい声をしているのかですかって。え、で、なんて言ったのか。なんかちょっと噛んだな。それはさえずりの蜜というエルフの薬を飲んだ。その昔旅をしているとき、たまたま砂漠のバザーの道具屋で見つけた。で、結局戻されると砂漠のバザーへ。ここ鍵がかかってるところがあったよね。ここか。いけねえ、魔法の鍵じゃないとダメか。青いやつだけか、開けられるのは。じゃあ砂漠のバザーに帰りましょう。どうせないから、さっき売ってなかったし。あれ、裏から話そうかな。さえずりの蜜、あ、この店にも昔一つだけあった。エルフが来るという西の塔に行けば今も手に入るかも。でも昔と違ってあの塔には魔物が住み始めた。やめた方がいいと思うよ。行くしかない。まずここら辺周辺の敵がどれくらいかだよな。装備は変わってないからね、ほぼほぼ。うん、ここら辺か。鬼小僧、トサカヘビ。トサカヘビが厄介だな。もうルカナンケがほんとやばい。一撃必殺がやっぱり条件だな。きたー、20も下げられるからね。マヌーさん OK。 7か。トサカヘビは始末しておきたい。よしよしよし、鬼小僧一発で倒せるだよね。大丈夫、いける、ゴリオス OK。 ただやっぱり一撃で倒せる力が必要だから、もう一回レベル上げをしないとダメだね。いくつだ、1上げたところでそこまで強くならないかな。13、14あたりまでレベルを上げる必要がありそうですね。じゃあちょっとレベル上げをします。はい、それでは現在のレベルですね、現在はアリーナレベル14になりましたので、ちょっと先の方まで進んでいきたいと思います。で、その前に種も全部使っちゃいましょう、素早さの種2、まあ、本当だったらねこれリセマラみたいな感じでやっていくのがいいんでしょうけど、5、一緒だな。あれ、これ一緒かな。今作作品によってはなんか上昇値がもしかしたら一緒なものがあるかもしれないですね。力3、まあ、ランダム性があるときはね1個使ってセーブしてみたいな感じでやると結構効率がいいんですけれども、まあ、試すっていうか検証するにはちょっと数が少なかっただけれども、まあ、平均的な上がり方をしたんでいきますか。ひともひとも110を超えてますね。で、袋の中の薬草はねやっぱすげえ重要なんで買い込みました。まあ、もちろん、手持ちの薬草もかなりあります。西の塔、これはここ宿屋だったっけ。あ、そうだね、宿屋だね。で、クソ、扉に鍵がかかって上には登れない。エルフが舞い降りるのはこの塔だと聞いてきた。エルフを見つけてどうする気かだって。そいつはいねえな、へへへ。
いやマジで何するつもりだったんだ。なるほど、盗賊の鍵がないとそもそもここは入れないっていうことか。どっちだ、なるべく宝箱ルートに行きたいけどそもそも行き止まりか。トサカヘビ、こいつら一撃で倒せると楽。よし、いや倒せないか。ゲッド毒、毒もちょいちょいねなるからね。毒消しは14個、まあ数的には大丈夫でしょう。あー左に宝箱がある。よし、力の種棺桶に入れたけどもう使っちゃおう。これ3だったらもうほぼ確定だね。あれ、こいつのところにもあったのか。力尽きてる。そいつに渡さないといけないんでね。え、薬草と交換か。まあいいや、不思議な木の実は100パーいらないかな。あれ、今素早さの種と交換した。え、徳さん、こうやってこうか。で、力の種もこうやって薬草と交換。ブライは何も持ってないよね。で、まず力の種3かな。あー、やっぱ違うわ。2、1、 1の時はな、本当だったらリセットした方がいいんだけど。あれ、これどっから行くんだ。あれ、別の道あったっけ。こうやろう。どっか空いてるところないな。こっちじゃないってことか。右も行けたっけ。よし、毒の息倒してくれると楽だな。あ、こっち行けんじゃん。あんまりね、画面ぐるぐるしちゃうとちょっと見づらいと思うんで。トサカヘビ、ルカナン。やっぱね、トサカヘビのルカナンが今のところ一番怖い。集中砲火食らうとね死ぬんで、レベル上げ中もね何回かはやっぱり死んじゃったんだよね。こうか、キメラの翼。あんまり必要ないな、特に何にもない。ゲ、人食いサーベットか。一応一発で倒せる。え、ちょっと待って、仲間呼んでくんのか。そして攻撃力やっぱ高いね。薬草1回分だったらもう常にヒットポイントは回復させておこう。長期戦になった時にね、薬草を使って攻撃、薬草を使って攻撃をするよりもう最初からゴリ押してった方がいいんで。ドラゴンバタフライも強そうだな。火の玉か。うわ、10、普通の攻撃でも7くらう。37で死なねえのか。もうこれゴリ押しだな。回復する暇があったらゴリ押す。40で死なない。薬草3回分使うね。あー、こいつら一発で倒せないのが痛いけど、もう1レベル上げるのはほんときついからね。マックスまで回復させます。エンドール行ったらもうアリーナは一人でね戦わざるを得ないんで。あれ、これで終わり。もしや、かまいたちバギー使ってきそう。攻撃がかっこいいんだけど。かっこよくないこれ。切り裂くみたいな。早い、しかもかまいたち素早さの種を十分使ってんのに、そのアリーナより速いとは。やるな。そうか、本当だったらブライがリレミと覚えてるから。あ、もう終わりだ。上にエルフがいる。キャ、あなたたち人間ね。なんでみんなさ、こうアリーナのことを深
数で指名してくるんだろうね。どう見ても一人しかいないから。リース帰るわよ。はい、お姉様。あ、いけない、薬落としちゃった。いいわよそんなの、さ早く。すげえすげえ去り方だな。さえずりの見つけっと。ダンジョン意外に短いね。なんかあ、間違えちゃった。そもそもさ、ダンジョン内だと歩くの早いしね。2倍の速度で歩けるから、これ多分落ちた方が早いんだろうな。落ちよう。で、裏とか何にもないっしょ。だってこいつなんか言ってくる。鍵がかかって登れねえやって。お前の目は節穴か。まあ言ってももうエルフはいないけどね。お、驚き戸惑っている。一旦もらったな。早い、いいね。で、ここは行けそうだけど、多分繋がるだけだよね。そうだね、さっきの宿屋のところですね。よし、じゃあさえずりの蜜を手に入れたので、キメラの翼でサントハイムに帰りましょう。これ毎回さ、その上から出ないといけないのかな。このイベントはさすがによみがえらないよね。あれ使わなきゃいけない。ん、ああ、おお、声が出るぞ。治った治った。そうか、お前たちが。ともかく礼を言おう。実はわしはとてつもなく恐ろしい夢を見たんじゃ。巨大な怪物が地獄からよみがえり全てを破壊していた。はじめはわしの胸だけに収めておくつもりだった。あまりにも同じ夢を何回も見る。何やら不安になった。大臣に夢の話をしようとしたその途端声が出なくなった。もしかすると何かが起ころうとしているのかもしれん。ありなよ、もうわしは止めぬ。その目で世界を見てまいれ。ブライニークリフト、アリーナを頼んだっつって。こいつらの目は節穴なの、マジで。棺桶じゃん。ここに棺桶置いていきたいんだけど。邪魔だから。だってアイテム袋もさ、道具があるから今いらないからね。まあ、道具がなければちょっとアイテム要因として棺桶の中にアイテム突っ込んどくっていうのはありだけど、そもそも今袋システムがあるからね。別に棺桶のアイテムいらねえし。じゃあ砂漠のバザーに一回行って、でそのまんま東のエンドールへ向かいましょう。この祠ですね。王様の使いの者より話は聞いています。さあお通りください。旅の祠、旅の扉か。あれなんだっけ、そういう名前だったよね。こっちに宿屋がある。一応見ておこう。サントハイムに通じる旅の扉がある。こいつは何なの本当に。節穴すぎでしょ。8000円もある。今8200円もあったんだけど、お金が超金持ち。死んだら半分になるからな、マジで怖い。ここからまた敵がね強くなるんで。あ、かまいたちか。さまよう鎧とか出てきた気がするからな。はい、エンドールに行って新しい武器を買いたい。 OK、 エンドールの城下町へようこそ。ようこそ防具の店。アリーナなんもねえ。マジでアリーナなんもねえな。ね、知ってる、今お城で武術大会が開かれている。武器屋、毒ガのナイフ、鉄の槍、ホーリーランス、正義のそろばん。まあ、正義のそろばんとか誰も装備する人いないし。今毒消し草。武術大会を見るため多くの人々がここエンドールに集まってきている。ちょっとセーブするか、来たから。クリフトとブライってこれもしかしたら一生レベル1かもしれないな。まあそれが定めだ、仕方がない。
一応この家も覗いておきますか。じいさん、え、下の店は休みかじゃと。ああ、わしももう年でな、この店を売ってそのお金で隠居でもしたい。ここで商売をしたいという人がどこかにおらんかの。何、店を買いたい、商人でもないあんたらには無理じゃ、はっはっはみたいな。もらうもんだけもらっていこう。手紙を読んだ。お父さん元気ですか。そろそろ店を畳んで私たちと一緒に暮らしましょうよ。もう年なんだし、お父さん一人では心配では。あなたの愛する娘より。いいお父さんだったんだな。道具屋は特になんもないかな。木の帽子、結局アリーナ装備できねえし。見回りも楽じゃねえぜ。酒場に行って一杯やりてえなって。この家のお嬢さんはいつも空ばっかり見てる。やることないんだよ。先祖代々お金持ち、羨ましいな。その割には40円しか入ってない。いやいや、あなた方も武術大会に。しかし思うのですが、王様がこうまでして強いものを集めるのには何か訳がありそう。タンス、なんもない。ほら、あんなに早く雲が西に流れていく。どうしてかしら。これどうしてなの。なんか理由あんのかな。で、右下にも建物があるけど入れる。で、ここが入れないのか。で、あと宿屋の方も覗いていきますか。樽はぶっ壊していく。守りの種、よし。お姉ちゃん、ゆっくり飲んでってね。また負けちまった。母ちゃんなんて言おう。ちょっと待って、割れない。16円。上に行くとこいつらか。カジノには行きましたか。いや、今日は儲けちゃいましたよ、わはは。たっけかね、コイン。戦士たちの戦いを見るためはるばるやってきた。あなたに勝利の歌を捧げましょう。右手に鉄の爪。鉄の爪欲しい。誰もいない。じゃあ下、ようこそカジノへ。ここではコインしか使えません。キャッシャーでコインを買ってくださいね。2升のコインって結構高いんじゃなかったっけ。あ、安い。1枚10円。え、100枚で1000ゴールド。おお、何のあれがあるかだよね。あ、コインがないと見れないのか。じゃあせめて1枚買いましょう。まあ、当たり前だけど838861は使えないと思うんで。魔法の聖水が30、祈りの指輪が金のブレスレット、守備力アップ、お、割とアップですね。5か。スパンコールドレス、すっげえ上がんだけど、これ超欲しい。はやぶさの剣、誰も装備できないか。星フルーであんま欲しいね。素早さがなんと2倍。書き方が受けんな。1万枚か。相当カジノやり込まないとダメだね。ドラクエ4って何がいいんだろうな、まあ、モンスター闘技場は多分効率悪いと思うんだけど、悩むね。ポーカーでダブルアップを狙うか、それともカジノがいいか。カジノじゃねえや、スロットがいいのか。まあ、どっちかだな。まあ、まずはちょっと闘技場へ行きましょう。闘技場っていうか武術大会。ここは覗く、何にもない。じゃあお城の中へ。この上か。よくぞ来た。そなたらのことはすでにサントハイモーより聞いているぞ。どうやって。電話とかないよね、この世界。世界の行く末を案じ、力試しの旅、誠に関心なり。そこで頼みがある。武術大会でぜひとも優勝してくれ。実はわしも後悔している。アリーナ姫、どうか頼んだ。
まったく我が王はとんでもない約束をしたもんです。姫の話を聞いてやってくだされ。お父様が皆に約束をしたため、私は優勝者と結婚しなくてはなりません。でももし優勝者が女の人だったら、私は無理な結婚をしなくても済むでしょう。お願いです。どうか武術大会に出てください。アリーナ姫さん、私は自由に生きているあなたを羨ましく思いますわ。まあこの自由は結構紙一重だけどね。デスピサロ、どこかで聞いたような名前じゃが思い出せん。本はちょっといいかな。上に上がってみよう。入れないね。なのでとりあえずの目的は武術大会で優勝すると。ここの方は軽はずみで思ったことをすぐに実行しちゃう。困ったもんだ。武術大会に出るなデスピサロという男に気をつけろ。とてつもなく強く、しかも相手の息の根を止めるまで戦いをやめん。止めないのそのルール的に。近頃エンドールにも魔物が出るようになった。これなんかなかなか味のある絵だね。武術大会の優勝者はここの姫様と結婚できる。地下へ降りていいことを教えましょう。夜お城に入るには万兵に見つかるようにするんだよ。わかんねえ。なんか三章とかで忍び込みやるんだっけ。よいしょよいしょ、洗い物が多くて大変。井戸なんだねこの世界は。水道じゃなくて。お姫様かわいそうだね。このままだとデスピサロって人と結婚させられるんじゃないかしら。デスピサロは人じゃないよ。まあそれは知らないよねみんな。こういう思わせぶりな宝箱とか、まあ今どうせ取れないからね。取り方すら覚えてないけど。あれ武術大会ってどっから行くの。こっちじゃない。右か左か。左から行こう。コロシアムへ行きたいならこの廊下をまっすぐ進み階段を降りるといい。ここはコロシアム。ん？どっちだ？結局右も左も変わらないってこと？試合に参加するなら左、見るだけなら右。左に行こう。アリーナ姫様ですね。健闘をお祈りしてます。うるさい、話しかけるな。すまなかった。試合前で気が立っている。この上が試合場。登ったら最後、後には引けない。道具屋、鉄の爪、アリーナ攻撃力82から100。よし、 OK。 薬草はちょっとじゃあ持てるだけ持っちゃうか。9個。あれ、お金は引き継がれないから、なんか結局あれだよね、なんかに変えてった方がいいんだよね。恐ろしいデスピサロの強さ、とても人間とは思えない。え、なぜ俺が生きてるかって。俺が弱すぎてとどめを刺すに値しない。一応寝とこう。で教会があって、井戸があって、なんか怒ってる？キラーンってなんないかな。なさそうだな。なんもなさそうだね。一回カジノちょっとやる？お金全部カジノにつぎ込もう。でこれ中断セーブってどういうシステムだったっけ。要は再開した時になくなっちゃうのか、それとも中断セーブが残ってるのかどうか。だからまずは一回コインに変える。1枚10円でしょ。ってことは6700円あるんで。違う、こんなに買えるわけねえし。600円、600枚。 OK。スパンコールドレス取れるんだったら取りたいな。で鉄の爪は買ったから装備的にはもうバッチリなはず。で一回教会で本セーブをかけて、レベル14でクリアできるのかな。
まあ、周りのモンスターは割と楽だからね。さて、もう一回ちょっとカジノの方に行って、で、どうしよう。じゃあポーカーにしよっか。マップ情報じゃなくて、あ、武器の店とか上で見れるんじゃん。一回作戦から、中断をして、え、ここでは冒険を中断できません。んー、外に行かないといけないんだ。じゃあなんかどっちでもいいや。じゃあ一回だけちょっとやる。賭け金10枚。おお、これは残すカードを選んでください。フラッシュ狙いでいこう。終わり。賭け金100ってちょっと少なくない？ 4,5,6,7,8 一気に揃ったな。すげえな。残す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 。配る。ストレート、ストレートは40枚。ダブルアップ挑戦。いや無理だよ、こんなん無理だよ。あ、ゲー2分の1であったのかよ。もういいや、俺は賭け事めちゃ弱いからね。これ何枚？スロットマシン、え、1枚。じゃあダブルアップが良くないか。100枚、当たりやすいやつとかあるんだよね。いや、これ全部1枚スロットだな。それは効率悪いわ。え、ドラクエ4ちょっとコイン揃えるの難しいかもね。まあいっか。じゃあ武術大会にそのまま参加しちゃいましょう。教会があったから教会でお祈りしておけば、ここの教会からスタートできる。どっちだ、左。え、2500。すっげえ経験値。ってここセーブできねえし。まあいいや、行こう。薬草は大量に持ってるんで。棺桶が、棺桶が動いている。よくぞ来たアリーナ姫。うむ、よくぞ来たアリーナ姫。試合は勝ち抜き戦で5人倒すと決勝戦に出られる。これまで5人倒し勝ち進んでいるのはまだデスピサロ1人だけ。そなたの健闘を祈っておる。お前らの棺桶をもうすでに俺は用意した。右と左どっちがいいか選べ、ミスターハンヨ。10、本当に弱いな。会心が出たし、経験値はくんないんだ。どっちの棺桶に入る？運ばれてった。薬草使いますか？いや使わない。ラゴス、こいつなんか弓だね、装備してんの。黒壺か、中に。所詮対面だからね。あ、身を守ってる。アホめ。薬草使おう。いや、棺桶俺用意してあるんだからさ、棺桶に入れといてくんないかな。ビビアン、こいつ魔法系だっけ。なかなか可愛いね。しかしアリーナの方が可愛い。いや、実際ビビアンの方が可愛い。ゴリオス、何ベホイミ、やるな。もう一回ゴリオス。よしよし、薬草これ2つ使おう。大丈夫か、3人目でこれか。5人抜かないといけないんでしょ。いや、もう一個使う。ちょ、ゴリ押すためにヒットポイントは最大にしよう。サイモン、完全にさまよう鎧だな。14か。おお、いいね。
薬草ゲット。で最後か、最後ベロリンマンだっけ、分裂するやつ使おう。ベロリンマンだってこいつ完全に魔物じゃんみんな何とも思わないの。この4分の1っていうのがめんどくさいんだよね。いやもう適当でいいよ。はいはい、もういいよ。一番左手ゲッピーか。ゲまた B か。だって4分の1ってなかなか当たらんよ。でどうせ一発で倒せねえから。 C、 これは長期戦になりそうだ。あ来た、ほら弱意外に弱かった。5人勝ち抜き。そして最後はデスピサロ。え、これもったいない、薬草使わないよ。デスピサロ戦わないからね実際。よくぞ勝ち抜いた。さあこれよりいよいよ決勝戦じゃ。デスピサロ、これまあ、王様がちょっと上でね、うんみたいな感じになってんだけど、どうしたのだ、早くデスピサロを呼んでまいれ。何、どこを探してもデスピサロがいないぞ。分かった、いないものは仕方ない。武術大会はアリーナ姫の優勝じゃ。これでアリーナ姫の名は棺桶のアリーナとして語り継がれる。アリーナは武術大会に見事優勝した。そしてアリーナにやられた者はあの棺桶に入れられるというね、伝説が語り継がれるから、アリーナ姫はよくぞ優勝してくれた、心から礼を言うぞ。私からもお礼を申し上げますわ。アリーナ様本当にありがとう。また蘇ってんじゃねえかよブライとクリフト、まあいいか、最後くらい。ひとまず国に帰り元気な姿を見せてあげることじゃ。まあそうだね、元気な姿くらい見せてあげたよね。クリフトブライレベル1。キメラの翼で帰るか。こっからキメラの翼で帰れるっけ。しかし不思議な力でかき消された。マジで歩いて帰んなきゃいけないの。お、このイベントがあるからか。アリーナ姫様、すぐサントハイムのお城にお戻りください。グホア。死んだ。町の人たちは何にも言わない。ひゃー、人が死んだーとか。あのおばさんとか言いそうだけどね。優勝おめでとうございます。あいつの死なんぞ。何にも気にされてないな。あ、帰れるわ。あいつが不思議な力を放っていたのか。確かモンスターはね、もう出なかったと思うんだよね。静寂に包まれている。これは奇怪な、一体どうしたのじゃ。みんなどこに行ってしまったんでしょうか。おーいおーい、しかし返事はなかった。これ開けられる。盗賊の鍵は開けられんね。一応なんか入ってないかな。何にもない。置き手紙もない。猫はいる。にゃんにゃんにゃん。この猫餌とかどうするんだよ。じいさんは？じいさんもいなくなっている。で火は灯ってるね。危ないんじゃないか。サントハイム王の見た夢とは、姿を消したデスピサロとは、そしてサントハイムの人々は一体どこへ行ってしまったのか。その謎を探るため再びアリーナ姫たちは旅に出たのだった。第2章、おてんば姫の冒険、完。